アビアチャンネル、今日なんとランボルギーニ本社に来てます。そして見て、今日ゲストとしてね招かれてて、動画回していうことなんで回していきましょう。すごいね。なんとランボルギーニミュージアムです。ミュージアム、一番歴史のある車からどんどん、まあ、ウルスまで行くんじゃないかな。へえ、ファーストか。赤なんだね。あ、フェラーリに対抗したってこと。フェラーリ対抗したにしても赤にはしないでしょ。何か意味があるんだろうね。なんでこれ赤色なんですか。でも実際は赤はあんまり多くないんですよ。もっとあの渋めの色が多くて、実はフェルッチョランボルギーニは最初はフェラーリのコンペティターというよりもどちらかというとマセラティとかアストンマーティンのコンペティターになりたかった。要するに例えば女性でもうるさいエンジン音とか乗り心地が悪いとかそういうことじゃなくて、誰でも乗用車のように楽しめるスーパースポーツを作りたかった。意外とフェラーリと対抗してたわけじゃないんですか。それはフェルッチョランボルギーニが作った神話なんです。神話だ。そういう風にやった方がそうなんみんな興味を得るだろう。なるほどね。バチバチっていう認識やった俺。まあその当時フェラーリは 250GT だった、だから350というそれよりも一つ大きな数にしたという、ね、馬力で勝負したんですね。なるほど。 So are you ready for the next one? ここだけでもなんかすごいいっぱいあるけど、あの四駆何？あ、三浦ね。うわ、何これ。これがそのカーボンファイバーを作っていかに軽い車が作れるかっていう練習するのために作っているんです。セストエレメント。セストエレメント。なるほどね。すごいで、なんかどうなってるこれ。わけわからなくなってるこれ。Welcome to the production line of the Huracan and the Aventador.63というのは創業年数ですよね。約63年っていうことに、ね、まあ、引っ掛けてる。そうそうそう。なるほど。だからシアンも63台しか生産されない。This is a very special one for us, a very important place that originally said. Basically, we need to find the Ferrari. 何ですかこれ。ここにはね、まあいろんな生き方があると。男だろうか女だろうか、愛するよ。絶対嘘。おお、すげえね。おお、何これ。So this is the original floor from 1963. 本当の床に立ってるんだね。これですよ、創業当時の床でございます。あそこのタイマーで30何分設定して、あの35分でみんな仕上げないとラインが動くから、あの時間通りでやってたって。まああれね、こんな広いところで作ってるの。これがなんだ、ドアかな。ドアですよねこれね、多分ね。何のドアかまでは分かんないですけど、あ、全部裏感なんですね。うわー、すごい。これは見れませんよ、これ日本の方。ライン裏感って書いてある。ライン裏感。あ、ほんまや、ここ全部裏感。何台横分つながってるのかな。これ出来上がった後にここにこう運ばれて、あそこでテストされるんだって。ここで走らされたり、あ、ほんまや、ちゃんとテストされてる。すげえなー。こっから向こうがアベンタドールのライン、こっちが裏感ね。へえ。今ここで作られてる。あ、ここで作ってるんだ。This could be very interesting. Here you see the numbers, and that's the so the first cylinder was first, then the 12th one, then the 4th one. So that's the origin. So. あ、爆発の順番だ。シリンダー1で12。そういうことだ。1ぐらいね。うん、1ここ。12が向こう。それから4って。そういう、そういう番号なの。へえ、これアベントドールのエンジンを作ってるところです。これすごいっすよね。これがアベントドールのラインでございます。ペキンさんのアベントはここで作られてますよ。やんねえ、そうやんね、うん、ここでね、日本のランボルギーニのオーナーさんここで作られてるっていうのはね、知らない人も多いと思うから。そうやんね、まさかこんな風に作られてると思わないでしょ。アベンタドールのラインってここで分かるようになってるのすごいね、ちゃんとね。ここに今何円分並んでるんですかね。アベンタドールの内装を作るところですね。革シートとかの選び方なんだ、色とかね。こんなに広いの、内装を選ぶところ。すごい、すごい手触りがすごいね。うん、なんか作業してるね。傷あるものは全部省く。じゃあ、あそこチェックしてるってこと。そうそう、あの上質なレザーしか使わないってことね。
だからこれを使っていかにあの効率的にパーツを取るかっていうと、ここからね今やってくれる、これをマシンでやると、ああ、腕に行くね、終わった後にこれ全部分けられて置いてある。ここね。うん。わあ、こうしてんのね。こうやって。ああ。これ来てダッシュボードしてる。あ、ダッシュボードね。SVJ が作られていっております。ああ、これにチェックするんだね。チェックしてね。問題ないか見てる。そうだね。あれが100分で。今もう3台。目標が。4.5 台になってるけど、完成されたら3。なるほど、1日4台かぐらいはだからアベンダーできてってるってことしかも SVJ の SVJ、okay. 超限定車、エンジンの大きさ見てます、エンジンでっかー、これをこれに積むみたいなことでしょ、これこれこれすごいで、ね、あ、内装もここでもうだいぶ、あ、エンジンついてる、こっちもやっちゃってるね、ここまで来ると結構もうしっかりメインできるね、これになってます、こっちもだいぶ出来上がってきてる、だいぶ出来上がってきてます、いい色だねこれ、あー書いてる書いてる、ちゃんと、もう白くなって見えないですけど、見づらいですけど SVG です、書いてる、でこれがもうほぼほぼもうタイヤもついて、これもうほぼ仕上がる寸前でございますね、アベンタドールの SVG じゃない、これ普通のアベンタドールのロードスターで、もうこの状態になるから、もう、あー、なるほど、あー、もうだってもうマフラーがもうほぼほぼ完成形ですね、これすげえ色だな、これバギー、あっちまでがウラカン、ウラカンとアベンタドール、こっちから全部がウルスの工場ライン、全部多分こっち側より2倍ぐらい大きいです、1台くれへんかな、絶対くれないバクっても気づかない、いや気づく世界のどこか一人で泣く人が出るじゃん、だって僕のランボルギーニはどうしたの、まあまあ金持ち、まあいやまあまあじゃないよ、かなりの金持ち、うわ見てラインウルス、おーラインウルス、うわすごいね、マジかよ、うーわすごいやん、便所高っ、わあ、ウルス何台おるこれ、いや長っ、ウルスだらけ、あ、なんか動き出したこれ、なんだこれ、あ、なんかすげえでけえルンバが来た、巨大ルンバ来た、巨大ルンバ、ルンバ来たぞ、ルンバですか、ルンバ、あ、またまたタイムリミット出されてる、もうあと33分でこのラインなんとかせんと、何台ウルス出てんの今日この1日で、今日は22台、今日22台から組み立てていくわけだね、すごいですね、これでまあまあみんなイケメンなんよね、そうですね、みんなヒゲ生やしてないと働けないみたいな、ね、この工場は、あーどん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 仕上がっていっております、うまい、ウルスがお腹見せてこんにちはしてる、ランボルギーニのラインなんてまあ見れませんよ、見えないね、初じゃない俺あげるの、日本人初じゃない下手したら、最後の仕上げみたいなことしてる、もうはめてるね、はめてるね、カバーしてくる、カバーしてくる、もうできるよ、もうほぼ完成、ここでほぼ完成、はい完成、ほんまにここで完成でございます、最後になんか色のチェックして終わりかな、ウルスでございます、ウルス完成、おばべこれ何これ、すっげえのこれじゃん、世界3台か5台か分かんないけど、ベネーノね、ベネーノ毒って意味、珍しい、すごい、これ後ろ撮ってみる、後ろめっちゃ特徴的なの、へえ、なんて名前のやつか忘れたけど、すごいなこれ、すげえ、なんじゃこのケツ、超レアなんでしょうね、まあ俺には価値分かんないですけど、これもすごいけど頭どうなってんのこれ、すげえことになってる、これたべ、これなんなん、これ世界で1台しかない、これすごいね、これどう、これ隣の人と会話するのはそうですね、こ隣と仲悪い人多分これすごいな、なんじゃこのランボ、ウラカンペルフォルマンテ、うわ、むき出しのカーボン、
それあれよ、ランボルギーニセンテナリオ。センテナリオ、チェンテナリオじゃないの。センテナリオ、チェンテナリオ。これやばいな。日本で走ってるの見ましたよね、なんか YouTube 上がってましたよね。センテナリオ、うん、マジで。いやーすごかったね、いろいろとね、はい、センテナリオの前で動画を締めます。いや別にわざわざ説明せんでいいよ。あ、すごかったね。いやすごかった、すごかった。ランボルギーニ、フェラーリも行ったし、バガーニも行ったし、ランボルギーニ、まあ、独特だね。若い会社で勢いもあるし、シミュレーターうるさいな。あそこでブンブンやってるからな。やっぱりこう歴史を感じるし、まあ、独特のねマーケティング手法も感じれたし、何といっても工場の中すごかったね。本当に感激の、疲れてたけど疲れを吹っ飛ぶような的な会社でした。工場とかね、本来てかここもやけど、動画撮影 NG ですからね、本来。そうですね、まあ、神様のおかげでねできて非常に光栄です。ありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きファミリーチャンネルよろしくお願いします。チャオ。